ける、かける、心を殺すことはある。少年刑務所です。ああ、はい。僕の場合はその別件でその銅線の窃盗の以外にもその強盗致傷っていう罪名がつく事件を起こしていたので、でその2つの罪の合算でみたいな感じなんですか？そうですね。日本はあの併合罪っていう法律があるので、はい、より罪がこう重い方に加わるんですよ。はいはいはい。はい、そうなると、ゆうさん、どんぐらい入ることになったんですか、刑務所？僕自身は休刑8年の実刑5年6ヶ月だったので、はは、で、結局は5年ちょいぐらいですかね。あ、でも5年間いたんですか、じゃあ。そうです、そうです、そうです。はぁ、5年ってめちゃくちゃ長くないですか？ 21 からの5年ですか、じゃあ。いや、めちゃめちゃ長かったです。どこの刑務所に行くんですか？僕は川越少年刑務所っていう埼玉にある少年刑務所です。ああ、はい、そこの生活は どんな生活でした？いや、もう壮絶っていう言葉が一番似合うぐらい、もう本当に、まあ、多分もちろん普通の人は行くことがないと思うので、はいはい、分からないと思うんですけど、はいはい、もう本当にその刑務所の中独自のルールっていうのが存在するぐらい全く別世界なんですよ。はいはいはい、はい、もうそこにまずそういうシャバとの違いでかなりショックを受けましたね。ああ、最初の1ヶ月とか。はい、まずどんなルールがあったんですか、そこには。まずはそれこそ人と喋ってはいけないとか、まあ常にではないんですけど、はいはい、喋ってはいけない場所だったりですとか、はい、あとはじゃあご飯の時に残したものを、じゃあ同じ仲間がいたらこう食べるとかっていうのもできないですし、逆にもらうのもできないですし、あとはその物の貸し借りだったりあげたりもらったりっていうのも一切ダメなんですよ。で、自分の部屋というか、まあそういう寝泊まりしている居室があるんですけど、そこの中でやっぱりこう普段ずっと座ってると体勢も疲れるので、なんかこうお布団にこう寄りかかりたいなと思ってこう寄りかかったりするのもダメですし、へ、結構もう本当に細かいところまでルールがあるので。厳しいんですね。厳しいです、本当に厳しいです。そう、寝るときとかっていうのは、はい、どんな構成なんですか？独房じゃないですかね。僕最初は独房にいましたね。あ、それなんで独房なんですか？やっぱりそういうちょっと知名度とかを刑務所側の方が考慮して。ああ、なるほど。はい、なんで刑務所行って3ヶ月ぐらいは確か独房ですね。あ、独房に行って、まあ、何してるんですか、その3ヶ月間独房って。独房って、まあ、一応その工場って言われるところには出役っていうんですけど、出役してたので、日中はそういう刑務所内の作業をして、で夕方あの独房に帰った後は、まあ、自由時間は夜の9時まであるので、はあはあ、それまでは、ね、手紙書いたりですとか、はあ、本を読んだりですとか、まあ、それぐらいしかやることはないです。手紙って誰に書くんですか？手紙はその当時やっぱあの家族ですとか。あ、はい、はあ、はあ、はあ、お父さんとかお母さんとか。そうです。お姉さんとかに書くんですか？はい、3ヶ月経ったらその独房じゃなくなる。それは自分から言いましたね。あ、言ったんですか？はい。あ、どんな風に交渉したんですか？結構こうやっぱり人と話をしていないとどうしてもなんかいろいろ考えすぎてしまうというか、あ、まあ、そういう精神状態だったので、はいはい、まあ、そういう何人かでいるお部屋っていうのは雑居っていうんですけど、はいはい、雑居に移動したいですっていうのをこう、あ、希望して刑務官の方に希望しまして。へえ。じゃあ雑居に行ってから生活変わるじゃないですか。それは変わりますね。どうだったんですか？やっぱりこう刑務所っていうところではあるので、やっぱりそのいじめとかもありますし、はあはあ、まあ、独居にいれば独居にいたですごく良さもありましたし、はあはあ、まあ、雑居は雑居ですごく悪いところも多いんですけど、はあはあ、まあ、その雑居なりのその良さもありましたね。何人一組なんですか、雑居は？一番多い時で8人ですね。へえ。そこになんか序列はあるんですか？ありますね。もう刑務所っていうのは基本的に入った順番で全て決まるので、はあはあ、入った順番でも偉くなるっていうのが。
で、その雑居入った瞬間は、どの。僕が一番下の立場でしたね。あ、はい、具体的にその一番下の立場だと、はい。どんなことがあるんですか？布団敷かなきゃいけないとかあるんですか？それは部屋によって違うんですけど、はい。基本的にその雑務と言われるような雑務は、ほとんど下の人間がやりますし、はいはい。あとはその、まあ、例えば、一つの工場によって部屋の数っていうのは違うんですよ。ほうほうほう。ものすごい人数が多い工場とかですと、13部屋とか、結構部屋があるんですけど、僕が最初入った工場っていうのは少数しかいなかったので、ほうほう、雑居が2部屋しかいなかったんですよ。ほうほう。で、その2部屋の中でも部屋長っていう一番部屋で偉い人がいるので、ほうほう、その人の言うことを大体聞かなければいけないので、ほうほう、また部屋によって独自のルールがあるっていう感じです。それこそ先ほどおっしゃってた布団を敷いてくれとか、ほうほう、なんかマッサージしてくれとか。あ、マッサージとかもしなきゃいけないですか？なんかいろんなルールがありましたね。へぇー。その同じ雑居のメンバーは、ゆうきさんのことは、あ、後藤ゆうきだってみたいな感じになるんですか？そうですね。やっぱ世代的に同じような人たちが多かったので、ほうほう、結構、もう、バレたのは早かったですね。ああ、それは、プラスに出るんですか？マイナスに出るんですか？両極端なんですよ。僕の場合は、すごく待遇が良くなるか、すごく悪くなるか。あ、人によるとですか？人によりますね。なんかすごくなんか、ただ単にその芸能界にいたっていうので、なんか、はい、面白くなく思う人もいますし、はあはあ、なんかこう、刑務所自体が、なんていうんですかね、そういう、まあ、いじめられやすいというか、はあ、そういったこう施設なにもかかわらず、まあ、芸能界にいたからって言って、最初から結構高待遇で扱ってくれる人も中にいたので。はあ、はあ、はい。あ、なるほどね。じゃあ、いじめてくる人もいれば、手厚くこう、優しくしてくれる人もいるみたいな。そうですね。ちなみに、どんないじめがあるんですか？いじめって言うと、殴られる、蹴られるみたいな、そうですか？殴られる、蹴られるっていうのもありますし、あとはその、少年刑務所っていうのは運動が盛んなんですよ。はあ、はあ。で、本当に、どこの工場に行っても、はい、運動ができるか作業ができるか、そのどっちかで評価をされるので、はあはあ、まず工場をこう入った時に一番最初に聞かれることっていうのはこう、足速いっていうのか何とかしか分かんないですけど。へー、足速いかどうか聞かれるんですか？そうです。川越少年刑務所に至っては体育祭っていうのが年に2回行われてるんですけど、はあはあ、その体育祭に、まあ、それこそ刑務官から、はあ、中の受刑者まで、そこにこうなんか、こう精神を注ぐみたいなところがあるので。へー。なので、こう新しく来たメンバーっていうのは、やっぱりその自分の工場が勝ちたいわけじゃないですか。はあはあはあ。なので、その足が速いか遅いかっていうのはすごく重要視されてますね。へー。ゆうきさんはどちらですか？速かったですか？僕は割かし、もともと足が速い方だったので、はあはあ、で、一番最初に、そういう運動ができないことでなんか嫌な思いしたってことはないですね。あ、逆に運動ができないことで責められてる人とかもいたってことですか？いますね。もうバリバリいますね、それは。そうですか。遅い、お前のせいで負けないと殴られるとかあるんですか？あります、あります。全然あります。そのリレーとかで抜かれようなもんならみたいな。ありますし、結局まあ何でも理由って、そういういじめとかの理由っていうのは何でも後からこじつけられちゃうじゃないですか。はいはい。それこそ運動、足が遅い、それから太っているからだ、はあ、なぜ太っているってなるじゃないですか、はあ、ご飯を食べ過ぎてるから、はあ、ご飯を食うとか、そういう発想になっちゃうんですよ。刑務所内のルールではご飯の揚げもらいは禁止ですけど、はい、そういうところで下の人間からこうご飯を取るとか、はあ、そういうのはありますね。5年の間に面会とか来るんですか？来ますね。面会は毎月、家族が来てくれてました、ね。へぇ、はい、それじゃあお母さんとお姉ちゃんも来るんですか？姉も来てくれてましたし。へぇ、はい、なるほどね。何喋るんですか？やっぱり中で今こういうことやってるよとか、そういう、まあ、近況ですかね。はぁ、はぁ、はぁ。中で5年じゃないですか。はい。5年っていうのはその、短くなって5年っていう感じなんですか？それとも真面目にやって？短くなってますね。あ、そうですか。一応僕は仮釈放で10ヶ月になったので。はあはあ、はい。じゃあもうとにかく出たい一心ですか、やっぱり。そうですね。やっぱりみんな、
刑務所に入っている人っていうのは、なからずやっぱり早く出たいっていうふうに思って中で生活はしてるんですけども、はあはあ、まあ、それでも結構こう、壮絶ないじめをする人とかもいるので、はあ、なかなかちょっと難しいところではあるんですけど。ゆうきさん、その5年の間になんか荒れたりとかしなかったんですか？その、なんか、まあ、精神的になのか。僕自身は荒れたりとかっていうのはあんまりなかったですね。やっぱり、一日でも早く出たいっていう気持ちが一番強かったので。ああ、なるほどね。うん、ぼんやり、この出た後どうしようかなとか考えてるんですか？最初の方はあんまり考えずに、ただ本当に、その、中での暮らしに精一杯だったんですけど、はいはい、やっぱりその、まあ、ケーキも、僕も、まあ、有期刑でこう、何年何ヶ月っていう刑があるので、はい、やっぱその出所日というかその自分の満期日が近づくにつれて、このまま外に出て普通に生活をしていけるのかなとか、そういったその社会にうまく適合していけるのかとか、そういったことを考えるようになりましたね、途中からは。さっき不安なんですか？不安になりましたね。やっぱりその普通の人でもテレビに出てしまうような大事件を起こした方っていうのは、まあもちろん顔とかもバレてしまうと思うんですけど、僕の場合ももちろん、その、まあ大々的にニュースになって、で、逮捕されて、っていった中で、やっぱその出た時に、それこそ普通に仕事することができるのかとか、いろんなこと考えたんですよ。雇ってくれるところがあるのかなとか、そういうのを考えて、もう本当に出所するまで不安で仕方なかったですね。結婚されてる状態で逮捕されちゃったじゃないですか。そうです、そうです。それの離婚っていうのは どのタイミングなんですか？離婚っていうのは僕が出所してからですね。あ、その手続きというか、はい、そうです、そうです。でそれまでその奥様とは一応やり取りがあったんですか？そうですね、はい。ちなみにじゃあ10ヶ月間どうしてたんですか？仮釈放の僕は普通に出てすぐ お仕事してました。それはどういうつてでそのお仕事の仕事だったんですか？一番最初はですね、本当知り合いづてでこういう仕事あるけどとかいろんな話もしていただけましたし、でも一番僕が出てきてすぐ働いた会社っていうのがそれこそ捕まる前に働いてたその飛び職の会社だったんですよ。あ、もともといた会社に戻れたんですか？そうです。戻れたというかっていうのは、まあ、そこで働いてた僕の同級生が出所しても未だに働いてたので、はあ、社長が会いたがってたよっていうのを言ってくれてたんで、はあはあ、それで一度ちょっと社長に、まあ、かなりご迷惑もかけてしまったんで、はあはあ、お詫びのご挨拶をしに行って、はあ、でその時に社長が今何やってんだって、行くとこねえのか、それだったらうちの会社来いよってまた声かけてくれたんで。へぇ、はい、優しいですね、それはね。そうですね、かなり。ちなみにさ、退所するときは、誰か迎えに来てくれたんですか？そうです。僕、退所というかあれですね、出所です。あ、そうか、出所する。出所するときは、家族が迎えに来てくれました。あ、いや、お母さんと。いや、もうそのとき母は他界してたので、一番上の姉夫婦が来てくれましたね。あ、そうですか。はい。そうか、じゃあ、刑務所の方でお母さんの他界を知るんですか？そうです、そうです、そうです。へぇー。どんな風にお知らせが来るんですかね？僕の場合は本当に朝普通に工場に出撃をして、ちょうどラジオ体操をしてたんですよ、はい、でその時に刑務所の中のお偉いさんがいらっしゃって、はい、でちょっと話があるからって言われて、で、まあ、いきなりこう机とか、まあ、椅子に座って、はい、で、まあ、落ち着いて話を聞いてほしいんだけどっていうような感じで切り出されたんです。お母さんは転落死ですね。事故死で自宅から、ちょうどその時飲酒していて、それで転落してしまったみたいな。あ、じゃあその酔っ払わせてたというか。そうですね、はい。その時はどんな気持ちですか、刑務所の中でそれを知っているっていうのは。まあ、その時は本当頭の中が真っ白になりましたし、あとはもう本当に何て言うんですかね、まあ、
まあ、僕のすごい、まあ、心の支えでもあったので、どうして、まあ、どうしたらいいんだろうっていう、本当にもう何も考えられないような状態でしたね。ちょっとお母さん捕まった時どんな風におっしゃってたんですか、そのゆきさんに対して。まあ怒られましたね、相当。はい、まあ僕は自分からこう出頭しに行ったので。あ、なるほど、そうか、はい、自分から出頭しに行ったんですか。はい、で逮捕されるのは事前に分かってたので、でまあこういう事件を起こしてっていうのは会社でも家族の方にも伝えてましたし、ね、でその家族みんなの前でこうお話ししてる時に、はい、もう家からお前は出てけぐらいのことなのに言われたので、はい、まあ、でもそれがあってもまあ面会とかしてくださったんですね。そうですね、はい。建築関係のお仕事の復帰されて、どういう歩みを行くんですか。そっからですね、とび職をやり始めて、でまああとはうちの2番目の姉の旦那さんの会社に入ったりですとか、でそこでも5年ぐらい働いてたんですけど、それで今の仕事に移ったような。あ、そうですか。はい。じゃあこの入れ墨っていつぐらいから入れてたんですか。僕はもう16歳からですね。あ、タトゥー。それともきっかけあったんですか。もうきっかけっていうのはすごく単純で、やっぱその地元の先輩が入れ墨を入れていて、はあはあ、まあ、それがやっぱその時若いんで、はあはあ、かっこいいっていう風な単純な思いで入れたような感じです。はあはあ、あれ、あの仮切れとかはもう出所されてからっていう感じですよね。そうですね、仮切れさんにご出演させていただいたのは出所して本当に多分今の妻と結婚してからなので、4年前とか3年前ぐらいになるんじゃないですかね。なるほど、はい、まずその前妻の方とはどういうタイミングで離婚をされるんですか。もう本当に出所してすぐですね。ああ、そうかね。でもその話はもうその刑務所の中でついてたというか。そうです、そうです、そうです。どうするかみたいなこととか、あ、中では話はついてはなかったんですけど、ほうほう、まあ、一応僕が出所したタイミングでまあいろいろ話する機会がありまして、ああ、でそこでまあ僕自身がかなり考えも行動も、まあ、子供すぎたので、うん、まあ、本当に離婚の理由に至って多分僕が 100% 悪かったと思います。ああ、はい。それでもう出たらすぐに離婚してというか。そうですね。逆にさ、今の奥さんとは どういうところで出会うんですか。それこそここの近くの地元の後輩の誕生日会をやってたんですけど、はあはあ、でそこで、まあ、誕生日会に妻がいて、はあはあ、で僕は別の後輩からこう電話がかかってきて、はあはあ、来てくださいよって、そこで知り合ったような感じです。あ、そうなんですね。はい。今でも結婚何年目ですか。結婚してからは6年目です、ね。あ、6年目ですか。はい。ちなみに今の仕事はお一人でやってるんですか、独立してるとか。違います、今の仕事は妻のお父さんの会社に僕が入ってるような。あ、そうなんですね、はい、なるほど。じゃあ今、じゃあゆくゆくは継ぐみたいな感じなんですか。わかんない、このまま頑張っちゃいます。まあどうなるかわかんないですけど、認めてもらえればというか、はい、それを任せられる人だっていう。はい。今後はなんかどんなことしていきたいとかあるんですか、実際。今後はですね、一応自分自身が SNS で今インスタグラムだったり TikTok で頑張ってはいるんですけど、はあはあ、まあ、そういうのを通じて、まあ、今でも応援してくださるファンの方たちに向けてこうなんかありのままの自分をお届けできたらなっていうのがあるんですけど、はあはあ、まあ、あと仕事面で言えばやっぱり、まあ、今の会社っていうのは妻も一緒に働いてるので、はあはあ、まあ、一緒にこう会社を盛り上げていきたいなっていうのがあります。なるほどね。だってモデルの人とかはあれですか、もう普通に直接オファーが来てるとかなんですか。そうですね、僕の場合は事務所に入ってるわけでも何でもないので、はあはあ、インスタグラムとかの DM にご連絡いただいて、それでやらせていただいてます。あ、そうなんですね、はい。これからはそのファンの方に向けて他にも何かアクションをしていくんですか。そういう、そうですね、僕自身は今後ちょっと YouTube とかも始めようかなと思ってますし。あ、そうなんですか。はい。どんな YouTube でしたんですか。そうですね、僕の場合はなんかそのジャンルを、例えばゲーム配信だったらゲーム配信とかっていうなんかジャンルに決めるのではなくて、まあ私生活だったりですとか、はあはあ、
まあ、あとはなんかこうそれこそゲームしてるときはあればゲーム配信ですとか、なんかこうありのままこういろんなこうジャンルをこうお届けできたらなって。うん。2年も5匹飼ってるんですもんね。そうですそうです。なんか結構やっぱりアメリカンピットブルテリアっていう犬種が、まあ、闘犬種っていうふうにはされちゃってはいるんですけど、はあはあ、そういったところでまだまだその世間的に怖いイメージが強いので、はあはあ、やっぱそういう、まあ、実際そんなに怖いこともないですし、はあはあ、闘犬になる子っていうのは闘犬用に育てられてるからであって、そういうのをちょっと分かっていただければなっていうのは少しは思ってるので、あ、なるほどね、はい、そういった面でもこうワンちゃんをこう YouTube で撮影させてもらって、はあはあ、お届けできたらなと思います。あ、その本とか出版されたじゃないですか。あ、そうですね、はい。あの時は出所してすぐとかですか。そうです、あれも出所してほんとすぐですね。あ、はあ、はい。まあ、もうオファーがあってって感じですか。そうですね、ミリオン出版さんの、まあ、お知り合いの方からご紹介いただいて、はあはあ、出さないかみたいな感じです、はい。ちなみにそれ YouTube とかいつぐらいに立ち上げたとかあるんですか。僕は7月にはもう、あ、上がってますか、はい。あ、じゃあ概要欄にこれ貼ってきますね。あ、よろしくお願いします、はあはあ。へー、すごい。え、奥さんと一緒にやるとかそんな感じですか、それとも一人でって感じですか。いや、もうなんか奥さんも映ったりすると思いますし、はあはあ、あとはなんかこうすごく仲の良い後輩もいるので、はあはあ、この後輩もなんか一緒にできたらな。あ、なるほどね、はい、あ、わかりました、ありがとうございます。あ、いいえ、すみません、なんかこんないろいろ聞いて。いいえ、とんでもないです。なんかまだまだ生きにくい世界ですよ。あ、生きにくいっすか。はい。あ、それって生き抜くさは変化はあるっすか。ちょっとずつちょっとずつ、まあ、ちょっとずつ変わってってますね。やっぱり緩和してきました。はい、日本自体がまだまだ、まあ、その入れ墨一つとってもそうですけど、はい、やっぱまだものすごい偏見があるので、はいはい、でも偏見自体は別に僕は、まあ、もう日本というところに生まれた以上は仕方ないと思ってるので、はいはい、もうそこら辺に対しては諦めてはいるんですけど、はいはい、あ、どんなこと感じました、出てきてからその生きにくさで言うと。やっぱりその先ほど言った入れ墨の件もそうですけど、はい、あとはなんていうんですかね、やっぱりその日本っていうのは一つこの犯罪を犯した人に対するその、まあ、出所後の対応っていうのも、はいはい、もうずっとやっぱり犯罪者っていうレッテルがつくじゃないですか、はいはいはい、でまあそれはそれで、うん、まあ仕方のないことだったり、はい、まあ、すごく難しいことだとは思うんですけど、はいはい、でもやっぱりその出所してコツコツとこう真面目にやってる方も大勢いらっしゃるじゃないですか、うんうんうん、なんかそういう方もいるっていうのをやっぱりこう分かっていただきたいなっていうのは思うんですけど、はい、まあ、でもそれで僕が一番誰に分かっていただきたいかっていうと、はい、今そういう飛行に走っている少年だったり、はいはいはい、そういう人に対して伝えたいんですよ。あ、そういう活動もやっぱしたいんですか。そういう活動したいですね、僕は、はあはあ、やっぱりそういった施設に行って慰問みたいなところで、うんうん、なんか自分の体験談とかを喋ってみたいなとかっていうのも思いますし、はあはあはい、へー。でもそのお仕事する上では特にその元犯罪者ということで、はい、そのクビになったりとかそういうのはないですか。そういうのはなかったですね。そうですもんね、はい、入れてもらえて、はい、で全部一応その知り合いというかいろんな人が お世話になってという感じですよね、はい、そうです。へー。僕は多分まだ恵まれてる方だと思います。あ、そうですよね。元そういう犯罪を犯したっていう方で、はい、それこそそれが会社にバレてクビになったっていう人も僕知ってるんで、はあはあはい、でもやっぱりその日本にはこれは日本には限ったことではないですけど、はい、なんていうんですかね、やっぱこうたびたびこう再犯再犯でこう繰り返しちゃう人もいらっしゃるじゃないですか。ああ、そうですね。なんで、まあ、その点に至ってはこう、まあ、そういう人もいるよねって言われたらもうそれまでになっちゃうんですけど、はいはいはい、まあ、でも少なからず一度そういうところに入ってこう更生される方もいらっしゃるので、うんうん、そういうところをこうもうちょっとなんか広めていけたらなっていうのは思ってますね。あ、なるほどね。あ、いいですね、それ、うん、確かに。結構僕 SNS を最近やらせてもらってるので、はい、
そのコメント欄ですとか、はいはいはい、そういったところで、はい、なんかやっぱりコメント欄っていうのは匿名でできるものじゃないですか、はいはいはい、なのでなんかこうそれこそ本心を多分みんな言ってると思うんですよ。そういうのをこう日々見ているとなんか前にもらってたコメントとちょっとなんかやっぱ時代の流れが違うのかなとか、あ、はい、昔の方がひどかったって感じですか。昔の方がやっぱ柔軟性はないですよね、考え方に。ああ、なるほどね、はい、今もまだ全然僕はこうまだこう炎上したりもするんですけど。あ、まだ炎上します、はい、まあ、でもそれでも僕は逆に少ない方だと思います。へえ、はい、逆に今一線でこう やられてる若い子たちでかなり叩かれてる人もいるので。あ、そういう人に比べたら少ないと思います。え、ちなみに何で叩かれちゃうんですか、ゆうきさんは。で、なんか本当に僕自身も これで叩かれるのかっていうような内容だったんですけど、はい、なんかあの、まあ、今このコロナ禍の中で、はい、こう、まあ、飲食店に行ったんですけど、はいはいはい、まあ、そこのこう飲食店のこの味の感想を素直にこう述べただけだったんですけど、はい、それがなんか良くなかったのか、それだけ、そういうのでもう結構叩かれましたね、それで。へえ、このコロナ禍に飯なんか食いってねじゃねえみたいな、なんか訴える訴えないみたいな話にまでになっちゃったんで。え、そんな。で、そこのお店の方から、その責任者の方から直接来て、はあ、でもなんかそのお店の方自体は訴える気はないんですよ、はあはあ、でもメディアの方だったり、はあはあ、その弁護士の、まあ、フリーランスでやられてる多分弁護士の方なんですけど、はあはあ、訴えましょうって言ってる方がいらっしゃるのでみたいな。で、まあ、訴えるつもりはないんですけど、今コロナ禍の時代なので、あの、ね、そういうところだけご了承いただけたら助かりますみたいな。あ、なるほどね、はい、へ、結構からこんなことでなるのかなみたいな。だからちょっとそれこそじゃあ普通の人がそれを発言したら大丈夫、こんなことにはなってなかったろうなって思ったりもするので、だからまあそういう SNS だったりないし、そういうので発信してる以上はなんか発言にもちょっと気をつけなきゃいけないなっていうのは最近ものすごく思います。なるほどね、知名度がねありますからねっていうことなんですね。なるほどね。じゃあゆうさん、ありがとうございました。はい、すみません、ありがとうございます。気まぐれのさよならをいつでもな